百九十一丁目駅は、マンハッタンクワシントンハイツの百九十一丁目と、セントニコラスアベニュー交差点に位置する、ニューヨーク市地下鉄、IRT ブロードウェイマイナス七番街線の駅で、ある、一系統が終日停車する。駅最初の地下鉄のウェストサイド線は、インターボローラピットトランジットによって建設され、1九百六年三月十二日に、百五十七丁目駅から、 暫定的に設置された221丁目駅まで延伸された際に駅はなかった。ワシントンハイツの人口は路線の建設とともに急速に増加し、過密だった181丁目駅とダイクマン、ストリート駅の間が1480メートルと距離があったため駅の建設が決まった。地下鉄のプラットフォームはブロードウェイとほぼ同じレベルになるため、技師は 駅の建設が可能であることを承認した。駅の建設作業は1909年7月20日に始まった。新しいシャフトの予備作業は1909年8月18日に始まった。これまでの数ヶ月間に法的及び技術的な問題が解決された。2万立方ヤードを超える岩が爆破されて、シャフトから除去された。駅の開通は 駅が開通する前のフォートジョージ地区の開発に拍車をかけると予想されていた。駅の最初のスポンサーはデビッド・スチュワートだった。駅の建設は彼らの土地へのより良いアクセスを求めている不動産所有者によって推進されていた。駅の建設が発表された後、建設が始まる前に近くの不動産に対する興味は過去2年間存在しなかった後、増加傾向にあった。 マンハッタンのこの地域は人口密度が低いため当初駅は必要ではないと考えられていたので工事は難航した。駅の建設で行われた最初の作業はセントニコラスアベニューの西側にある191丁目の南の空き地にある4つのエレベーターと鋼鉄製の緊急海岸を収容するための深さ177フィートの敷地の撤去だった。4つのエレベーターは それらの間にある階段を挟んでメインシャフトの四隅にあった。緊急階段は同じくエレベーターが主にアクセスしていた168丁目駅と181丁目駅のものと一緒に1914年3月23日に大ン発電所の問題でエレベーターが機能を停止した後に初めて使用された。階段の使用は極端な混雑をもたらした。 駅の建設の際、プラットフォームを収容するために、両側でシャフトを沈めることとトンネルの穴を広げることを必要とし、地下鉄の運行を中断することなく行われた。駅のプラットフォームは、既存のトンネルと並んで2つの新しいトンネルを構築し、プラットフォームが完成したら、それらを接続することによって構築された。駅への葉っぱは、 真夜中から午前5時までに制限されていた。駅のプラットフォームは重量編成の急行列車を収容するために地上から150メートル下の位置に作られ、今日でも地下鉄内で最も深い位置となった。もともと古いトンネルアーチの一部は駅の屋根に使われる予定だった。しかし、泥の縫い目の発見と屋根のひび割れの発生により、線路の上に平らな屋根を作り、 屋根と屋根の間のスペースをコンクリートで埋める必要があった。歩行者用トンネルの建設駅の建設に伴い、フェアビューアベニューから西に59フィート、ブロードウェイで191丁目とセントニコラスアベニューの駅を接続するために300フィートの長さのトンネルが建設された。多くの地下鉄請負い業者の弁護士であるジェームズ・エイリンチは駅へのアクセスを良くするために、 トンネル街路の建設を勧告し、地元の不動産所有者としに、それに資金を提供するよう説得した。その費用は、近所の所有者に、彼らの要求によって課された。トンネル街道は7万6千ドルで、その打ち合い RT は5千ドルを提供した。その建設に必要とされる、地域圏の称号は、高速交通法の条項の下ではなく、 試験証の規定に基づく手続きにおいて取得された。1909年10月5日、ワシントンハイツの改善委員会は、リバーサイドドライブへの1900フィートの長さのトンネルの建設計画を承認した。一つは、ブロードウェイに、もう一つは、フォートワシントンアーベニューに2つのエレベーターがあり、リバーサイドドライブには3つの東急のトンネルへの3つの入り口が提案された。 トンネルは両側から退屈していただろう、そして14ヶ月以内に完成すると予想された。1910年6月、地元の理事会はニューヨーク市評議会に通りの建設を求める決議を送った。当時、トンネルの半分以上の長さの引き当て金が取得されていましたが、残りは地域圏によって確保されると予想されていた。 内久房は改善の請願書を承認し、12月29日に公聴会を開くことに同意した。市内の他の通りとは異なり、地域圏はトンネルの上14フィートの高さまでしか獲得されなかった。1911年1月に建設は夏に始まると予想された。地下街の契約は1911年9月9日に行われ、9月25日に ロズウェル D ・ウィリアムズが率いるベル・ロス契約会社と締結された。1911年10月にトンネルの建設は1912年4月1日に完成すると予想された。トンネルの建設は1912年1月に始まった。1911年12月に改善委員会はブロードウェイとベネットを渡って、 東急でトンネルを西に拡張する計画を承認した。マンハッタンで最も高いポイントである、ホートワシントンアベニューの下のポイントまでトンネルを通っていき、そこからエレベーターに乗っていく。1913年4月に、それは後日拡張されると予想された。トンネルの延長はすぐにその地域を開発すると予想された。そのような拡張について議論されたので、 どの機関がエレベーターを操作するかに関して疑問が投げかけられた。事故の危険を減らすために、受け負い業者は丘の上半分までシャフトを沈め、地下鉄の駅に向かって東へ、そしてブロードウェイまで西に向かってトンネルを掘った。トンネルは1913年3月8日に開通した。トンネルの開会式では、マンハッタン自治区大統領、ジョージ・マカニー。 公務員委員会のウィリアムズ・コミッショナー及び他の役人は満場一致で通りをトンネルストリートと命名することを許可した。このトンネルは歩行者が丘の上にあるセントニコラス・アベニューに簡単にアクセスするための手段としても使用されることを意図していた。歩行者はエレベーターを無料で使用することが許可されていた。1913年12月31日。 最高裁判所の上訴部はトンネル建設のための地域圏のために行われた法渉の修正を否定する決定を下した。トンネルへの両方の入り口は非常に風が強いので暴風雨のドアは後にトンネルの両端に設置された。地下鉄の駅のエレベーターへの接続部では水面下69メートルである。トンネルは急な丘の下に建設され、1、4から1。 3マイルの歩行とアップダウンを防いだ。トンネルが開く前に、利用者は遠回り路線を使用して、ダイクマンストリート駅、または181丁目駅のいずれかにアクセスした。トンネルは187丁目とネーグルアベニューの間の、谷のハドソン側への西へのより良いアクセスを提供した。トンネルの中央は幅3.7フィート、高さ3.7メートル、幅6フィート、 半径6フィートのアーチ型の構造である。トンネルは、鋼鉄で補強されたコンクリートで作られ、そして、トンネルの通りの橋の173フィートを除いて、硬い岩を通って発掘された。この困難な地形はもはや抑止力とはならないので、トンネルの建設は、マンハッタンのこの地域での開発を増加させると予想された。トンネルは、マンハッタンで、その種の唯一のものだった。 トンネルは円をかけられたタイルと並び、その全長にわたって照らされ、そして常に守られていた。トンネル内は警官がいつも勤務していた。警官はトンネルの両端に駐留していた。ブロードウェイの地下鉄入り口の入り口の階段からのトンネルの勾配は1%で清掃に使用され、壁の周りに集められた水が下水道を通って地下鉄に排水されることを可能にした。 距離はは9.5フィートとなっている。191丁目とセントニコラスアベニュー交差点の南西にある建物を通る入り口へのアプローチは、この場所での建物の建設と合わせて、モーゲンソーリアリティカンパニーによって再建された。1916年11月に駅の入り口を再建する作業は完了した。 1910年6月の時点で、駅は1910年秋に開くと予想されていた。1910年7月18日に、数トンの鉄道がトンネルの屋根を通り抜けて、粉体の過充電が開始された、ダースの労働者が被害に遭った事故は2時間運行を見合わせた。当駅は、1911年1月14日に、完全に完成していないにもかかわらず開業となった。 地上階に配置されることになっていた、切符売り場は完成していなかった。そして切符の販売のための一時的な建屋が作られて、改札外に置かれた。ゲストとの特別列車は137丁目、シティカレッジ駅から東駅まで走った。駅が開業した時点で、アパートの建物は完成していたが、いくつかの土地はまだ開発のために利用可能であった。 ニューヨークタイムズの言葉によると19、191丁目地下鉄駅が開業する前は、187丁目の北側に、高級住宅は見つからなかった。それは、ホートジョージ地区が、都市の最も選択的なアパート地区のうちの一つになると予想された。最初の地下鉄の建設のためのニューヨーク市と IRT の間の契約である。 契約一の修正として行われた駅の建設は38万千ドルの費用がかかった。一つのシャフトの四つのエレベーターのためのスペースはメザニンまでずっと下っていく駅で作られた。しかし、当初は二台のエレベーターしか設置されておらず、他の二台は駅で一度乗ることで正当化された。これらのエレベーターはヘンリー・モーゲンソー・カンパニーによって街に与えられた区画で地上に上がる。 エレベーターは1916年末に完成した同社の建物の一つにあった。ヘンリー・モーゲンソー・カンパニーは不動産開発会社で駅周辺の不動産の価値を高めることで利益を得ていた。1915年、駅の利用者は IRT へのエレベーターサービスについて不満を述べた。エレベーターを待つのにしばしば5分から6分そして時には10分かかると述べた。 当時は夜間と朝の数時間を除いて、エレベーターの乗務員は一人だけだった。駅が開いた後、壁は黒く染まり、鉄材区はサビで覆われ、壁や天井のセメントの一部は水による損傷で崩れていた。駅の上の岩盤は粘土と血岩からなっていた。それは地表水が駅の中に染み込むのを許した。 同様の問題が181丁目駅でも発生し、水漏れを直してその駅を防水するのに時間がかかった。この駅には排水路が設置されており、漏水の傾向があった。これらの一時的な修正は、市内の歩行者用トンネルの建設が完了するまで行われた。1912年1月3日、IRT 当局者は、問題を解決できない場合には、 基地局を廃止すると示唆していたこの問題は最終的に解決されたが、1918年にキャナルストリート駅でも同様の問題が発生した。1919年6月10日、1835年以来、ベネット家が所有するワシントンハイツの500ロットが最高入札者に売却された。土地の売却は中流階級に 追加の住宅の機械を提供すると期待されていた。186丁目と187丁目に入り口がある181丁目駅と191丁目駅の間の新しい駅の建設は、これらの2つの停留所で予想される過密状態を緩和し、開発に役立つと期待されていた。ブロードウェイ、ベネットアベニュー、187丁目で囲まれたブロードウェイブロックは、 ベネットファミリーが所有している。トンネルが深い駅をリバーサイドドライブとフォートワシントンアベニューに接続していたでだろう。停車地の建設は実用的確実性と考えられていた。1925年8月13日、ニューヨーク州入局はジョージ・ワシントン高等学校の開校に伴って乗客数が増加したため駅に2台のエレベーターを追加することを発表した。 1925年2月に開校した高校は、駅に毎日3500人の乗客を追加した。停止時のエレベーターは1915年に1日2001人の乗客を処理し、1925年には5187人に200%増加した。プロジェクトの入札は8月28日に完了し、工事はその8ヶ月後に完了する予定であった。 1925年10月14日、契約はオーティスエレベーターカンパニーに107,865ドルで締結された。その会社が唯一の入札だった。そしてナイクバットは他の会社がエレベーターにフロアレベリング安全装置を装備する必要性を満たすことができなかったので入札で競争しなかったことを発見した。 エレベーターは1926年9月16日に使用開始した。これは私立学校の開校と一致していた。エレベーターの追加は電源の追加を必要とした。1948年には103丁目駅から238丁目駅までの各駅でホーム有効長を514フィートに延伸する工事が行われ、当駅を含む103丁目駅から大工満。 ストリート駅までの各駅は同年4月6日にホームの延伸が行われた。1950年12月28日、ナイクバットは地下鉄駅などにシェルターを建設する計画に関する報告を発表した。その発表では当駅を含むワシントンハイツの深い位置にある5駅をシェルターとして利用するのが理想的だという意見が載せられていた。 この計画には1億400万ドルもの費用がかかると予想された。このシェルターは従来の爆弾に対して限られた範囲ではあるが、保護空間を確保するとともに、爆発の衝撃波や核爆弾の熱や放射線からも市民を保護できると期待された。しかし、駅を避難場所とするためには維持費がかさみ、かつ通常は使われない給水施設や応急処置室、 浴室などの設置が必要となるという、1962年には2つの駅のエレベーターが交換された。2つのエレベーターの修復のための資金は1976年のニューヨーク州予算で最初に提供されたが、再割り当てされた。これらのエレベーターと IND8 番外線の181丁目駅にあるエレベーターの修復のための資金は94万ドルだった。 1981年にメトロポリタントランスポーテーションオーソリティは地下鉄の中で最も劣化している69の駅の中に当駅を挙げた。1983年5月18日に2つの駅でエレベーターの修復のための入札が出された。1989年8月21日に千鳥停車を行う旧系統の運行が開始された。 旧系統運行時間帯では、1系統は通過するようになった。1994年9月4日に、日中の千鳥停車運転は廃止されるとともに、1系統が終日停車するようになった。2005年に千鳥停車運転は完全に廃止された。2001年に、非営利団体アッパーマンハッタンは191丁目駅を改善することを推奨した。当時、 乗客はプラットフォームに着くために長い列を待たなければならなかったが、これは駅のエレベーターのうちの一つか二つだけが通常、働いたからである。このグループはニューヨーク州入局に歩行者用トンネルの照明を塗って改善するよう説得し、駅のエレベーターに注意を向けた。またの広報担当者によると、三人のエレベーターがラッシュ時の間に稼働しているとされており、 そのうちの一台は改装中であるという。担当者はまた駅が2003年に完全に見直されるだろうと述べた。駅は改装プロジェクトのために2003年7月1日から12月31日の間全面閉鎖され、営業休止となった。プロジェクトの間、歩行者用トンネルは閉鎖された。1500万ドルの改装工事は、 ニューヨーク市の交通機関の乗務員によって行われた。プロジェクトの一環として、駅のエレベーターがアップグレードされ、新しい照明、セラミックの壁のタイル、加工岩の床のタイル、新しい公共情報システムが設置され、鋼鉄とコンクリートの支柱が修理された。すべての劣化しているタイルとモザイクは、セルピンタイルによって作られたレプリカに置き換えられた。駅員詰め所は、 プロジェクトの一環として移設された。2004年にはエレベーターの乗務員が1名に減少した。当初の計画では全乗務員の廃止が盛り込まれていたが、抗議が相次いだため各駅1名残すこととなった。これによって年間約120万ドルの予算削減を達成している。しかし、経営難が続いたため2007年11月には、 エレベーターの乗務員を完全に廃止することを発表したが、またもや抗議が相次ぎ、エレベーターの乗務員の廃止は免れることとなった。なお、これによって年間約170万ドルの予算削減が可能であることが明らかになっている。エレベーターは2020年2月から翌2021年2月まで使用停止となり改修工事が行われる予定である。 これに伴い、セントニコラスアベニュー側の出入り口も閉鎖される。駅は相対式ホーム2面2線で、地上から180フィート下にあり、ニューヨーク市地下鉄内で最も深い位置にある駅となっている。北隣のダイクマンストリート駅で地上に出るが、標高は当駅の方が高くなっており、同駅に向かって緩やかな下り勾配となっている。当駅のアートワークは、 ラウルコロンが制作したプリマベーラである。改札は1カ所で、以下の位置に出口がある。駅から190丁目ブロードウェイ交差点へ出る。際には900フートの連絡通路を通る。エレベーター方面からの通路とは改札外で連絡しており、丘を登らず移動が可能である。連絡通路には2000年代後半に壁画が設置された。ニューヨークイズ。 エイローラーコースターと呼ばれるものだったが、後に撤去されている。連絡通路には現在5つのアートワークが設置されている。入り口から以下の通りに並んでいる。ありがとうございます。